戦地調整キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。この動画においては中学生キャラ3人の、戦地調整見ていきたいなと思います。まずは新田くんから見ていきましょう。即属性のフォワードの選手になってます。特技は火事場の一撃の A、スタミナが少ないほど必殺技力がアップする、最大 30%、特に変わりないですかね。チーム付きは超団結、即日本 &5 人以上の 25% ということで、調整キャラなんですけど 25% 系が来てますので、チーム付き要因として使うことができます。絆、即属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 2%、 即属性の日本選手が2人以上いると相手チームのパラメータマイナス 4.5% ということで、合計 6.5 のデバフ系のキャラになってます。でさらに中学生のパラメータプラス 3% ということで、その不屈 3% だったかな、不屈みたいのがついてたんですけど、これが中学生のパラメータに変わってますというところですね。なんで中学生パとか、そういう中学生デッキで言えば、合計で言うと 9.5 ですか。なんで結構高めという感じになってます。そして根性ですね。根性があるんで、火事場一応出しやすいですよというとこです。で、リカバー 60% になってます。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チーム付き75、バフ50で見ていきます。スタミナ1279、ブロック以外4突で見ていきましょう。火事場キャラなので、かなり、ソステ自体は低いといったところですかね。ドリブルが5万1000、シュート5万4000、パスが5万1000、タックル4万6000、パスカット4万5800。技威力合算してみていきましょう。問題なのは、最新技ついてないキャラになるので、新田くんの最強技っていうのを、それぞれつけることができるのかなというところですね。で、あとは、パスが425の豪快なクロスみたいのがあるらしいんですけども、ずっとハヤブサパスが最大だと思ってたんですけど、415じゃなくて425らしいんで、ちょっと取り方が分かる方いたらぜひ教えてほしいなと思います。僕もちょっと持ってなかったんで、今後もしかしたら出るっていうことなのかもしれないですけど、ちょっとあるらしいというとこですね。で、まずは火事場がない状態、初段見ていきましょう。初段の数値に関してはドリブルが23万7千で、パスが21万7千、ワンツーだと24万で、タックルが19万、パスカード19万ということになりますから、かなりキックオフでの発射台の可能性っていうのは非常に高いというところと、ドリブルしてもパスしても、ワンツーしてもですね、なかなか抜けないのかなといったところですね、現状だと。なんで最初は発射台にされつつ、守備技を使って、スタミナを削っていくとか、ダダダンってして、スタミナ削っていくとか、そういう感じになるのかなと思います。シュートに関しても、最大シュートつけてもですね、ちょっと火事場がない状態だと厳しいという感じです。で、スタミナが半分ぐらい削れてくるとどうなのかっていうところを見ていくと、ドリブルが27万3000、で、パスは25万、そしてワンツー使えば27万7000、タックル21万9000、パスカット21万8000なんで、本当最近のキャラクターに近づくような、数値ぐらいまでは来てますね。なので、スタミナ半分削れれば、ドリブルとワンツーに関しては読み勝ち勝負っていうのは十分できるのかなと思います。読み勝ちの補正ありって見ていくと、ドリブルの値が32万5000、で、ワンツーが32万8000なんで、読み勝ったら抜けるかなという数値です。なんで、半分削ってからって感じかなと思います。で、タックルパスカットは相変わらず低いので、まだ、この段階では発射台にされるといったようなところになってます。で、火事場が最大乗ってきた場合ですね、火事場 30% 最大値まで乗ってくると、ドリブルが30万9000、そしてワンツーは31万3000ということで、非常に高い数字が出ております。当然、読み勝てば抜けるでしょうし、ワンツーの値に関しては本当、今日来たペペ君とか、この辺のワンツーの数値と同じぐらいという感じになっております。なんで、非常に高いかなというところですね。で、タックルパスカットにおいても、だいぶ上がってくるというところで、読み勝ち補正ありで見ていくと、タックルが29万4000、パスカード29万3000、ちょっと翼くんとかは属性有利込みでギリギリ届くかなといった数字ですかね。属性有利込みまで入れると、30万という数字が出てくるんで、パス側でご了承されないかなというギリギリのラインになっております。ナポレオンとかピエール、そして美咲くん、あとナトレーザー、この辺は厳しい数字というところですかね。なんで守備的なところはやはりあまり期待できないというところになってます。で、気になるシュートなんですけども、新田くん飛空機が得意っていうのと、で、500威力の飛空機もつけることができて、で、直近来た、ヒューガくんとのコンビシュートですね、520威力、こちらつけてあげれば、37万1000という数値が最大値で出てきます。で、これはですね、
直近来た新田くんが35万中盤ぐらいなので、まあ、その数字は超えてますね。まあ、ただいつ打ってもこれ出る数字じゃなくて、ね、火事場最大値じゃないと出てこないんで、まあ、その辺がちょっと運用的に難しいのかなと。もしスタミナ半分ぐらいで打った場合だと32万8千なので、まあピエモンテのヒューガくんの初段のシュートとか、まあ、その辺と同じぐらいの数字というところです。まあ、なんでね、半年前から、来てる代表キャラとか、まあ、その辺と比べるとそこと同じぐらいか、まあ、それ以上の数値まではしっかり上げてくれたのかなというふうには思います。まあ、即属性の日本シューターで37万1千出せるというところになると、まあ、一応最大値であればエスパダスとか、まあ、あとヘルナンデスも中学生なんで抜けますし、まあ、高浮きで打ってあげればミューラー君とかも見れるといったような形ですかね。まあ、なんで結構まあ火事場が乗ってくればだいぶ強いかなとは思うんですけど、そこ乗せるまでが大変かなといった感じのキャラクターになってます。他の新田くんと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。火事場最大であれば30万9千ということで、コンビネーション強化の新田くんの数値を超えてます。まあ、ただまあこの前来た新田くんに関してはもういつでも29万9千なんで、まあ、この辺がまあ全然違うかなというところですね。火事場半分ぐらいだと27万中盤ぐらいっていうところだったので、まあ、ライサンキラーの読み勝ち、の新田くんが、読み勝った時の数値とかは超えてるといった感じでしたかね。シュート見ていきましょう。まあ、読み勝ちを除いてみていくと、シュート値もやはり一番高くなってます。火事場最大で37万1千。で、この前来た新田くんが35万5千ですね。まあ、なんで最大値自体は超えているというところです。で、まあ、この火事場がですね、まあ、25% とかですかね、25% ぐらい、まあ、そのスタミナ的にちょっと微妙に、最大値が出ないぐらいのところに関して、まあ、直近来た新田くんと同じぐらいになっているというところですね。続いてパス値見ていきましょう。パスに関しては火事場最大に28万3千、まあ、非常に高い数字が出てます。コンビネーション新田くんは25万2千というところですね。まあ、一応同じワンツーっていうところで比較してみてみると、コンビネーション新田くんに関しては 15% の補正が乗るんで32万1千という数字まで出てきます。なんでワンツー使う分には直近来た新田くんの方が数値高いですよと。でいつでも32万なんで、突破力的なところで言えばですね、まあ、最新の新田くんの方が十分強いというふうに言えるかなと思います。守備も比較してみましょう。火事場最大値で24万8千一番高くなってます。でコンビネーション新田くんが23万9千、まあ、この辺の数値だとやっぱりどの道厳しめではあるんですけれども、まあ、いつでも24万近い数字が出せる直近の新田くんの方が、まあ、守備も一応はしやすいのかなというところです。まあ、火事場最大のみってなっちゃうとね、なかなか初段とかはまあ19万ぐらいでしたから非常に止まりづらいかなと思われます。そして、火事場最大のパスカットに関しては24万7千で、新田くんは22万というところですね。まあ、これに関して言うと、スタミナ半分ぐらいの数字と同じぐらいという感じなので、パスカットに関しては、スタミナが半分削れてれば、直近の新田くんと同じぐらいの数字は出そうかなと思われます。まあ、どのみち守備はちょっと低いのかなというところです。シューターのランキングで見ていきましょう。火事場最大乗った時の今回の新田くんが37万1千。まあ、これは本当非常に高い数字になってて、エスパダス全力全開がつかないと、超えてこないというところですね。カリウサスは普通に止まりそうというところです。で、若島図、海外キラー乗らないので抜けるというところですね。で、ミューラーに関しては属性不利に値するので、ミューラーが上回るかなと思います。まあ、ただ、高浮きでミューラー34万ぐらいしか出ないですから、高浮きに持ち替えて打つことができれば、新田くんはミューラーを抜くことができると。で、ライサンキラーのヘルナンデスに関しては十分、上回ってるという感じですね。まあ、新田くん中学生なんで、ライサンの選手じゃないというところで上回りそうかなと思います。まあ、ライサンキラーの、ヘルナンデスに関しては、ライサンキラー乗らないとですね、33万ぐらいの数値になるんですけども、この33万という数字は新田くんがスタミナ半分ぐらいで520威力のシュートを打ってあげれば、まあ、一応属性有利込みで抜けてくるといったような数字ですかね。なんでこのヘルナンデスに対しては今回の新田くんは割とシュート決めやすいのかなと思います。まあ、ただやはりどこまで行ってもですね、この技を揃えるっていうことがなかなか大変なのかなと思いますので、まあ、最新の新田くんから520を持ってくればっていう話になってくるので、まあ、その辺がないってなって、例えば500威力のシュートでしたというところだと、最大値でも35万6千ということになってきますから、まあ、最大値であれば、直近来た代表キャラと同じぐらいという感じなんですけど、火事場っていうところも考えると少し使いづらいかなというふうには思われます。
続いて三杉くん見ていきましょう。力属性のフォワード OMF の選手、特技は渾身の力の S、 スタミナが上ほどパラメータがアップする最大 50%、チームスキー超団結力2本 &5 人以上の 25%、まあ、こちらもしっかり25になってます。絆、日本選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 3%、日本選手が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということで合計6になってます。必殺で威力アップ、高い浮き玉の必殺で威力プラス 15%、そして根性でハイボール要求 80% がついてます。オフェンス 10%、 チームスキー75、バフ50で見ていきます。スタミナ1388ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になってます。渾身初段の数値から見ていきますね。ドリブルが59000、シュート63900、パスが60000、タックル52800、パスカット53000、技威力合算して見ていきましょう。まあ、高浮きだけ 15% アップしますね。渾身初段でドリブルが278000、パスが283000、ワンツー使ってあげれば295000、まあ、3M ですね、295000、タックルが240000、パスカット247000ということで、まあ、最近来た、まあ、本当代表キャラの数値を、まあ、緩やかに下回るようなところまでは引き上げてくれてるのかなと思われます。ドリブルパスに関しては、渾身初段であればですね、十分読み勝ったら抜けるといった数字ですね。ドリブルが読み勝ちの補正ありで338000、パスは344000という数字になってます。まあ、ドリブルパスに関しては、三杉くん比較的移植しやすいのかなというところがありますので、この辺に関しては、まあ、十分使えるキャラなんじゃないかなと思います。で、タックルパスカットにおいても、まあ、一応移植しやすいキャラクターかなというところで、まあ、ただ24000のタックル、パスカット247000ということで、まあ、ちょっと守備しづらいかなという感じですね。読み勝ちの補正ありって入れていくと、タックルが290000、パスカットが300000と、まあ、ワンチャン翼くんとかにもご了承されるといったところなので、まあ起点になりやすいキャラクターかなと思います。まあ、封印ガードがなかったと思いますので、まあ、封印もされちゃうというところで、まあ、非常にフォワードに置いといたら、まあ、あんまり守備できないので、まあ、起点にされやすいかなというふうに思います。で、シュートとしては一番強いのが高浮きのシュートになってて、まあ、475のアルティメットオーバーヘッドもつけてあげた時という感じですね。もともとついてる465だった場合はもうちょっと下がっちゃうという感じになります。で、475をつけてあげると349000ということで、まあ、それなりに、まあ、日野くんの高浮きのシュートと同じぐらいの数値は出ているということで、それなりのシュート値かなというところです。技属性のミューラーとか、ライサンキラーのヘルナンデス、まあ、この辺は高浮きで、まあ、初段であればぶち抜いていく可能性は十分あるかなといった選手になってます。ドリブルパス、タックルパスカット、他の三杉くんと比較してみましょう。今回の三杉くんはですね、ドリブル渾身初段であれば278000ということで、最新のディフェンダーですけども、最新の三杉くんの、まあ、フォワード OMF キラー、そして海外キラー乗った時の数値っていうのを超えてます。まあ、なので初段においてはですね、読み勝ったら十分抜けそうだなというところですかね。まあ、フェスの三杉くんの火事場の底力最大値とか、まあ、この辺もしっかり超えてますから、三杉くんの中ではドリブル値だいぶ強化されたのかなと思われます。パス値見ていきましょう。今回の三杉くんが283000、渾身初段で283000、デバフ三杉くんの海外キラー 25% 乗った時の数値を超える感じになってます。まあ、なんでこの辺も十分高くなったかなと思われます。タックルパスカット見ていきましょう。渾身初段で240000という数字になってるんですけども、こちらに関しては、まあ、ステルスの三杉くんの海外キラー乗った時の数字とかっていうのは下回ってくるような形になってます。まあ、なので、まあ、最近ステルス三杉くんもなかなか、まあ、ご利用し読み勝っても取れないという状況が生まれてるかなと思うんですけども、まあ、特にドリブル側ですね、まあ、それよりも低いということなんで、まあ、ご利用される懸念っていうのは十分高いなというところになってます。パスカットの数値見ておきましょう。今回の三杉くん247000が初段の数字になってます。まあ、歴代の中で言ってもそんなに高い方ではないという感じですね。対日本選手のステルス三杉くんよりも低いという数字になってます。まあ、しかも初段だけなので、まあ、やはり、まあ、スタミナもね、使っちゃうとかなりガクって、渾身の力落ちてきちゃうっていうところも考えると、まあ、守備はかなりしづらい選手かなというふうに思われます。
シューターとキーパーのランキングでちょっと見ていきましょう。今回のミスイ君、今高浮きで並べ替えてるんですけども、34万9000という高浮きの数値を初段であれば出すことができます。まあ、フォワードで使ったとしても、フォワードキラーの若島津、J リーグですね。まあ、こちらを超える数字が出ておりますというところですね。日野くんとかが34万9000だったりするので、まあ、その辺に近い数字が打てますよというところです。まあ、力属性なんで、技属性の三浦であったりとか、ヘルナンデスも33万ぐらいしか出ないので、まあ、この辺は抜けるキャラクターになってるかなと思われます。キーパーの属性に技っていうのを入れていくと36万5000という数値まで出てきます。でこうなった場合に最新のカリューサスですね、最新のカリューサスに関して言うと日本キラーそしてシュートキラー、まあ、飛空機以外というところで37万2000っていう数字を出していきます。なんで、まあ、若干届かないというところですね。まあ、ただ、まあ、かなり僅差なので、まあ、クリティカル条件次第では、まあ、初段においては抜けるっていう可能性はあるかなと思います。それではラストですね。松山くん見ていきましょう。力属性の OMF 限定の選手ですね。特技は全力全開、全力サッカー発動中パラメータ 20%。チムスキー日本選手の全パラ 23%、 絆日本選手が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 7.5% ということでがっつりデバフキャラになってますね。読み勝ちマスターマッチアップで読み勝つとパラメータプラス 15%、 ドリブル移動距離強化4倍、ワンツー成功時の移動距離 50% ということで、まあ、タイムアタックとかでもよく使われるキャラかなと思うんですけども、シュート入りやすくなってると、まあ、使いやすいかなと思います。封印効果2つまでということで封印されないのもいいですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナ1340ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になってます。まあ、組み合わせちょっと多いので技威力合算したところから見ていくんですけども、まず何も乗らない場合、その、ソステですね。ソステの数字に関しては、ドリブルが24万2000、パスが24万3000、そして、タックルが21万、パスカット21万ということで、読み負けた時の数字となりますが、まあ、その辺に関しては、まあ、高い数字ではないので、読み負けると抜けないし取れないといった感じになってくるかと思います。読み立ち 15% のみというところで見ていくと、ドリブルが26万6000、パスが26万8000、ワンツー使えば28万8000、で、ワンツーに関しては 3M ですね。そしてタックルが23万4000、パスカット23万3000になってます。まあ、OMF 限定の選手なんですけども、読み勝ちのみっていうところだけで言うと、ちょっと守備値はかなり低いかなと思います。読み勝ちの補正ありって入れていくと、タックルが28万、パスカット28万2000ということで、まあ、翼くんであったりとか、まあ、ピエール、そしてナトレーザー、まあ、この辺すべてご了承されるという感じの数字が出ております。ドリブルパスに関しても、まあ、26万台ということなんで、まあ、基本的に読み勝ったら抜くかなというところではあるんですけど、ドリブルが32万4000、パスが32万7000ですね。なんで読み勝ったら抜けるかなと思うんですけど、まあ、結構ギリギリのところという感じになってます。まあ、属性不利の相手とかだった場合に、結構引っかかったりする可能性は上がってくるかなと思われます。全力全開のみというところですね。全力全開つけて読み負けたというところの状況になってます。ドリブルが27万、パスが27万、ワンツーが29万7千、タックルが24万、パスカット24万。まあ、ワンツー30万近く出てるので、相手によってはご了承聞くかなと思うんですけども、まあ、基本的には最近だと止まるというところですかね。で、ドリブルパスに関しても27万台なので、まあ、読み負けてる時点で抜けないのかなというところです。まあ、守備も同様ですね。で、最大値乗ってきた時に読み勝ちプラス全力全開乗ってくると、ドリブルが29万8000、パスは30万、ワンツーは32万4000。まあ、オフェンスに関して十分読み勝ったら抜けるかなと思います。タックル26万、そしてパスカット26万ということで、まあ、読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックル値が31万5000、パスカット31万6000なので、まあ、読み勝ったらギリギリおおむね取るかなというところまでは上がってきてますね。まあ、ただ、まあ、最近のドリコレドリフェスっていうところは止まんない数字というところです。まあ、ただ、だいぶ強化されたんじゃないかなと思います。まあ、PVE とかで使う分には十分強いかなというところで、まあ、タイムアタックで移動距離キャラとかでもあるので、タイムアタックとかで使うのはかなり、まあ、優秀なキャラになるんじゃないかなと思います。で、まあ、気になるシュートなんですけども、キーパーに届く値としてはこちらですね。全力全開の、34万3000っていう数値が最大値になってます。まあ、34万3000ってことは、翼くん、直近来た代表翼くんより少し低いぐらいなので、まあ、十分シュート値としても高いという感じになってきますね。
まあ、なんでこの辺はあのシュート値もだいぶ強化されたかなと、ね、475のシュートですね、こちらつけてあげれば34万3000が出ますよという感じになってます。まあ、松山くんも結構外せる技自体が多いので、まあ、そこは移植しやすいところかなというところですかね。まあ、ブロックとかいらないと思うんで、まだシュートが個人で打てるやつがメイン技になっちゃってるかなと思うんで、まあ、その松山くん自体があんまり使われてないんで移植してもいいかなと思うんですけども、まあ、この松山くん使う場合でシューターとして使いたければ、まあ、その辺も考えていただければいいかなと思います。直近の松山と比較してみましょう。全力全開、そして読み勝ち両方乗ってくると29万8000で一番高くなってます。まあ、代表キャラの全ての必殺で威力アップする松山くんが27万7000、全力なしの読み勝ちのみっていうところだと26万6000なんで、代表キャラの方が安定感はあるというところになってます。シュートを見ていきましょう。全力全開でキーパーに届く値で見ていくと34万3000で一番高くなってます。まあ割と最新キャラではあるんですけど、常設の松山くんの火事場最大、そしてクラブキラー、まあ、全部乗った時で29万6000ということで、まあ、この辺よりも高くなってますね。パス値見ていきましょう。パスに関しても、全力全開そして読み勝ち、まあ、全部乗って30万ということで一番高くなってます。その次に代表松山が28万、まあ、読み勝ちのみというところで26万8000という数字ですね。まあ、あの歴代松山の中で見てオフェンス面だいぶ強化されたんじゃないかなと思われます。タックルパスカット見ていきましょう。タックル値は代表松山27万5000で一番高いですね。まあ、その次にフェスの火事場最大、そして J リーグ、火事場最大と読み勝ちで、今回の松山くんは全力プラス読み勝ちで26万2000なんで、まあ、タックルの中で言うと、まあ、そんなに高い方ではないという感じですかね。パスカット見ていきましょう。パスカットにおいては代表松山一番高いですね。27万4000、まあ、次に来てるのはこのカジバ、そしてクラブキラーの松山が26万1000、まあ、それとほぼ同じぐらいで全力プラス読み勝ちで26万1000になってます。まあ、パスカットに関しては代表松山の次ぐらいに高くまでは来てるというところになります。オフェンス面とかね、だいぶ歴代松山くんの中でも上位に来てるので、まあ、攻めに使う分には非常に優秀なんじゃないかなと思われます。シューターとキーパーのランキングも見ておきましょう。今回の松山くん全力全開で34万3000という数字が出ております。まあ、近しいところで言うとビーカムくんが34万4000、まあ、もうちょっと上に行くとね、ロベルト翼っていうのがいて、翼くんとかロベルトが34万8000なんで、まあ、この辺に近い数字にはなっているよというところです。まあ、なんで、シューターとしてもですね、まあ、直近の代表キャラに近づくような調整はしっかりしてくれたのかなといったところになっております。はい、というところで、まあ、今回、中学生の3キャラですね、見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ステータス的には、まあ、非常に上がったのかなと思います。まあ、ただ、まあ、そのオンラインとかで使っていくレベルかっていうと、代表キャラよりは下に設定されているので、まあ、その辺と勝ち合っちゃうと、まあ、いい勝負はできるでしょうけど、まあ、何か勝てる要素があるかって言われると、まあ、難しいのかなっていうところと、また技を持ってこなきゃいけなかったりとか、まあ、そういった部分もあるので、まあ、そういうところのハードルがちょっとあるなというふうには思いますね。まあ、ただなんか高難度強襲とかそのタイムアタックとかオフラインでやるようなその、まあ、イベントの集会とか、まあ、そういったところでは、まあ、かなり活躍できる可能性が高いキャラクターたちなんじゃないかなと思います。まあ、傷の性能とかも悪くないので、まあ、そういうところでクリアできなかったものが、まあ、この新田くんとか、まあ、松山くんを使うことでクリアできるようになったとか、まあ、そういうのは全然あるんじゃないかなといったところですかね。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。